まあ、以上で抽選は終わりですけども、まだここでですね、終わりではございません。はい、会場の皆様とやりたいことがあるということで。はい、そうです。はい、ぜひ皆さん、恋する充電プリウス、恋するフォーチュンクッキーを歌いたいんですけども、皆さん、いいですか？ありがとうございます。ということで、ぜひ皆さんも歌っていただけたらなと、口ずさむぐらい。していただけたら嬉しいです。はい、そうしましたらみんなで、ね、盛り上がって、はい、恋するフォーチュンクッキー2ですね、はいはい、歌っていただきますのでよろしくお願いします。はい、それでは聴いてください。恋する充電プリウス、恋するフォーチュンクッキー2。はい、写真を撮りたいと思いますので。
はい、チーズ。はい、ありがとうございます。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 楽しい時間になっていますので、はい、まあ、お別れの時間となってしまいましたけども、はい、皆さん、今日9月17日って何の日か分かっておられる方はありますか？え？お、カムリ番組、そうですね、はい。今日のドヨタプレゼンツの AKB48 のチームメイト、太田奈緒のエブリバディチャレンジが放送されます、はい、この後12時からですね。はい、そうです。はい、ですんで、まあ、皆さんぜひですね、番組を見ていただければと思いますので、ここにテレビを、みんなで見ていきましょう。はい、見てください。よろしくお願いします。はい、まあ、以上をもちまして京都大学社員イベントは終了となりますが、この後2時から太田さんが京都大学社員として、先ほど副社長の墓からもあったように皆さんを楽しませる感謝イベントがありますので、はい、まあ、そちらもぜひいらしてください、はい。まあ、あの番組をここで見られたら、2時からですので、1時50分にまたあちらに集合していただいて入る準備をしてください。整理券順でお願いいたします。はい、それでは本日はご参加ありがとうございました、はい、本日は本当にありがとうございました。この後のイベントもぜひ見てください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。それではですね、あの整備士体験当たった番号の方はそちらに来ていただいて、で、あと20番、221番から240番の方はこちらに。